はい。あ、全然大丈夫です。はい。はい。鎌谷刑事、はい。いえいえ。はい。お願いします。はい。はい、すいません。50円拾ったぞ、おい。50円拾ったぞ、おい。仕込みやけどな、これ。あ、ちゃんと伝えた、伝えた、ちゃんと伝えた。ちゃんと伝えたって、どこまで？君たちなんかあだこうだ言うすぎて、なんかもう分かれへんなった、俺も。うん、まあ、でも言えることは言うたよ。うん。うん、もうだって俺どっちでもええもん。いや、ただ、どっちでもええって言うのもおかしいから、またこんなこと言ったら、おかしくなるから。そんなもん言えへんわ。なんで、なんやぞ。よう、みんな分かってたな、俺が特徴聞かれてんのとか。兵庫県警、兵庫県警の、何やったっけ、生田署の刑事の、に刑事。そんないるその情報。じゃあ、ふざけたらあかんて、こういう時って。いや、ふざけたらあかんねん。出すやったら出す。どうするこれ、ちょっと時間潰さなあかんな。警察が折り返し、被害届受理できるかどうかも含めて、ちょっと折り返ししたいと、動画も見たいと。というか、動画山ほどあるけど、どの動画見んねやろな、知らんけど。いや、それは言われへんかったな。行くんやったら行くし。まあ、法務局行ってるやつはちょっとやっぱたぬき民やからあかんな。地盤とか知らんかったやろ、どうせ。調べてたんかどうか知らんけど、俺そこは興味ないのよ。じゃあほんまに行くんやったら本気で捕まえさせてあげやんと。もうね、自分でも分かってないって、自分が犯罪者やっていうことを認識ができてない、人として認識ができてない。だからもう捕まえ、逮捕させてあげた方がいいよ。措置入院とかじゃもう甘いわ。茨城県警と兵庫県警と大阪府警すごいな、一人の被疑者で、ね、これ本名とか生年月日を、容疑者の本名とか生年月日を知りたいってことはあれなのな、すんごいこう、なんていうの、いや直接謝罪に来たって会わへんで、俺会わへんで、そんな。あの性格上絶対謝罪に来るわけないやん。あの時ね、そんなことあったよね、でもね、そんなこと警察に今言ったらダメよ、あんたも配信してたやろとか、わけなくなること言って、どうせ上からマウント取ってくるに決まってんやん、あの性格。謝罪なんか絶対いけへんよ。金梅があんだけお前謝った方がええんちゃうかって言ってたのに、それ無視したんやから、まあそこはビビってるな、でもそこビビってるのは自分も脅迫でとかじゃなくて、何かのつながりがあるからやで、そこは。みんな認識が違うねん、俺と、それはね、何容疑者やったあれ捕まった、あそこなんかつながりがあんねん、なんかをなんか裏でやり取りしとったんや、ほんでそれで証拠、私のこと喋らんとってなっていうわけのわからんことを言いたいがためにわざわざ LINE なり電話なりしてたんやろアホやな、捕まってんのに LINE や電話出るわけねえだろ、バカかよ。まあそういうことですよ。で日付、日時、ね、場所特定できて、状況もバッチシで、これで警察動けんかったらもう俺知らん、俺も知らん。いやいやいや、にゃいすーにゃいすー、こうたんね、5万4000円返してほしいのついでに逮捕されてきてくれんかな、5万4000円返してほしいねんけど、ついでに逮捕されてきて、盗んだんやから、いいんじゃないです、いいんじゃないです。いやな、あん時配信しててさ、ボロックスに言われたの俺やからな、言うとくけど、あの枠240分向こうで配信してて、3000人ぐらい見てて、散々俺ディスられてたからな、
ねえ、もっとおごったりや金出したりやみたいなことばっかり言うとったかな、あっちの囲いどもが、当時のね。今は全部アンチに変わってるけど。あの当時の囲い一人も残ってへん、うん、囲いなんかおるわけないよ、今現状はね。でもあの時はあまりにも無名すぎて知らんかったから、みんな騙されたやろ。俺だけは分かってたけど。それカルロスゴーン、それカルロスゴーン、俺別にそんなん出るのに。え、テマちゃん見てなかったん？マジで見てなかったっけ？え、だってほらラールチップス俺みんなに持って帰ってきて送ったやん。なあ、みんなに送ったやん。ほんでぶっちゃけここだけ話やけど、余ったから2個余った、もう2個もあるわ思って、あ、ちょうどええわやるわ言って、で、あの住所聞きたくないから、名前とか聞きたくないから 送られへんし、ほんなら持ってたるわ言って。俺の履歴で見た。え、だって俺配信してないで、うん、行くまで、西宮行くまでは配信したけど、そっから俺一個も枠開けて、あ、ちょっとだけ開けたかな。でも誰も来へんかったよお前ら。お前ら全員向こうの枠に取ったやないか。向こうに全部閲覧庫やり取ったやろうが。開けとなって向こうにだけアイテム飛んで、意味分かれへんよ。そこはどうでもいいけど。あの当時、あのあと金梅とも絡んでな、あの、でもあの順番的には金梅と太田後っぽいな。金梅だって9月じゃない。だから多分そのあの金、あの5万でもう一回東京行く資金にしたんやろな、うん、多分やで。あれ電話どこ行った。でも警察の動画確認するんだけど、あんな何時間もある動画今から見んのかな、何本もあんのに、やばない。ちょ、俺めっちゃ暇やんその間、どうしたらええの。家帰ろうかな。もうこっから警察行くのもしんどくなってきたな。まあ9時ぐらいやったらええけど、別に。思い出してみな、リスナーさんって俺呼ばれてるけど、よう思い出してみ、俺向こうの枠でコメントほとんどしてないやろ、ね、あちらの方がうちの枠に来て君たちと同じようにコメントをされてらっしゃったのよね、なぜかしら。うん、まあ、あの何、自分よりもあの閲覧少ないとこ行ってそこで媚び打って、あの売名しててそれを集めてる時代やったんやろな、あの頃は。うん、おかしいな、ニコ生の大手やったはずやのに、横浜みどりとも絡んでたはずやのに、すごいよな、全てをねじ曲げたな、過去全てをねじ曲げよったな、やばない。過去全てをねじ曲げて、あ、そうなの、え、どういうこと。え、テマちゃんは本人リア突したことあんの。あとほら、あの頃まだふわっち来たてで、あ、まだ泣き配信ばっかりやって、あ、ないんか、配信上でな、ずっと泣き配信しとって、ほんで、あの他のね主にレイプされたのなんだのっていうわけのわからんことをずっと言い続けて、でなんでそこなん相手っつって、いや、そうやったら金梅とかあのうなちゃんまにしたらええやんつって、ほなほんまに生きよって、まあ今になったから、まあ、ある意味俺のおかげっちゃ俺のおかげやのにな、恩をあだで返しよったんや。全て虚言やからな、だからそもそも最初から虚言やからな。なんかあのクラブリッチの下村さないの知り合いやっていう噂まで出てきてるから、あれほんまなん。すげえとこまで行ったな、もう全部私絡んでるみたいな、地球上の出来事全て私絡んでるのよ的ノリやろ、やばない。あ、そうそう、それほんまなん、リリアってほんまなん、クラブリッチエレガンスのリリアってほんまなん、いや俺知らんで、
あのその当時俺あの南で店やってたわ。ほんであの会長とこナンバー2とがもうそんなんばっかりするやろって言って終わるとったもん。やっぱこいつらアホやなってコステのな3歳と1歳やったっけ、もうちょっと大きかったっけ、あの扉にガムテープ貼って逃げへんようにしてたっていうやつ、部屋もゴミ散乱しててって、もうそのものやん、むしろお前もちゃうみたいな、お前子供がおったら絶対なってたやろみたいな、おらんくてよかったなみたいな、やばいよな。あれ西宮はハイムはおかんと住んでたから部屋きれいやったけど、まあ部屋きれいっつっても知らんで、中身までは俺は玄関先しか知らんから、3階までわざわざお前わざわざ送り届けてあげてんで。でもあの気持ち悪いから抱きつかれても全部スルーしたけど今やから暴露太郎が全部スルーした。キッチンしか知らん、マジか、俺も全然知らん、玄関しか知らん、はい、階段3階でしんどいのにやな、お前なんなんあの玄関のインターホンのあの連打、部屋ごとのインターホン、あの番号を押すんじゃなくて部屋ごとのインターホンずらーっと並んでんの、あのやばない、うん、若いと絶縁どういうこと、うん、洗い物が山のように、ああ洗い物があることがすごいでもびっくりやわ、洗い物があんねや、食器使てんねや、そんなん使えるようなやつにも思われへんけど、だから普段ラッパ飲みやろあいつ、多分もうゴミ散乱してる中にゴソ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 すんどんで、あれやばいで、あれマジでやばいで、もうあれあの兵庫県警本部には正直言ってあげたけど隔離した方がええでっつったから俺やばいから、そのためやったら俺協力してあげるって、もうそうせえへんやったら俺知らんって、どうでもええ、ただ俺は関わりたくない、本来は関わりたくない、関わるのは不本意やって俺ちゃんと言うてあるから警察にも、関わりたくて関わってんちゃうねん、ただね、社会のね公共の福祉のためになるんやったら仕方なく俺が犠牲になりゃええんやろっちゅう話、それだけのことやで、でも俺は罪は許さんから、示談には一切応じんから、俺告訴したら俺警察届けたら一切示談せえへんから、だからそこまで怒らしたのはお前やんって話、どいつもこいつもみんなそうやけど、それまでおとなしく俺だったら黙っといてあげてるやん、多少のことは目つむったってるやん、ずっとな、目つむったってんのにそれ以上するからもうこいつあかんって、だからなんで今なんですかって聞かれたの全部俺経緯説明したから、うん、相手が特定できひんかったからしゃあなし黙ってたけど、これで特定ができたようなのでここで被害届け出します、え、そうそう、ほんまやで、そこはまだ目つむったってるけどな、正行泣けちゃうから目つむったってのも、だってそいつを追い詰めたってどうしようもないやん、もうしゃあないやん、何にもならんやん、調子にも乗らんしどうしようもないやろ、うん、そこじゃないやろそいつは、ちょ寒いねんけどスロット行っていいかな、ちょとりあえずジャグラー打ってきていい、2000円だけ、ほんまは60円だけとか打ちたいけど60円だけと打つとか無理やろ、2000円だけジャグラー打ってきていいの、それは何書やったっけ、あれは何話書か、ほんま俺いつも被害届やん出すのなあ、あかんの、いつも俺被害届やん、俺だって悪いこと一回もしないもん、あの古物の許可とか風営法の届け出とかね、ちゃんと俺適法に全てやってるから、うん、一切けえへん、俺あの大型店南で事務所構えて、あの道頓堀の中で大型店グループでも落ちた時も、隣のうちの店の中に入ってる店には警察来たけど俺の店には一回もけえへんかったからな、そんなやつそもそも雇わんし、俺全員名光らしてるから、俺だからあんなあのリリアがうちの店面接来て、俺まずあのデボスは採用してもあいつは採用せえへんから、そういう基準やから、デボスでもまだ何チェンジオンやないで使える道あるやん、あんなん使い道あれへんか、どうせテクスあるって何しでかすか上がれんで、店のねあの何だもう風評とかで被害になるだけやん、ちょもう警察時間かかりそうやな、おしっこしたいわ。
いやそうやで俺だって弥生ちゃんは採用したけどリリアは採用せえへんで、俺言ってるやんずっと2年前から、あなたたちなんか、こいつやっていけるやろいけるやろとかなんか言うな、あの向こうの囲いとか気持ち悪いやつらが気持ち悪いやつらがな、どうせおっさんが体狙って言ってんやろとかわけわからん気持ち悪いこと言ってるけど、お前誰もそれこそお前誰にもの言うてんねんって話だからな、頭おかしいやろほんまマジで。いやでも全てケリついてよかったね。ワッコク北の雑貨店どんな字、あ、ワクロな、ワッコク、ワッコク北の雑貨店、もうこれでね、あのおとなしく警察捕まった方がいいと思うよ、どうせどの道なんか犯罪を犯すからもう、だってもう脅迫してるやん何回も。多分茨城県警も兵庫県警も大阪県もなんか決め手が欲しいねんって、ただ決め手に欠けてんねん、ただそれだけやで、で決め手をみんなでなんか出し合って出せばもうあんなもん類犯やん、ね、類犯ですやん、初めてとかちゃうやん、初犯ちゃうやん、罪を重ねまくっとるやん、他の配信者やったらこれをね全てネタにしてやるんやろうけど、俺はそんなネタにせえへんから、ネタで許せへん、そのネタなんかで許せへん、だから拡散すんなよ。それ関係ある？パエリア失敗したとか、シェアハウスを実家って言いましたとか、それ警察関係ある？すごいよな、どういう感覚なよな、弁当に生卵、ツバニャンと仲悪い、ツバニャンからまず説明せなあかんやん、俺ツバニャン本名知らんし、本で、全く興味、俺言ってるように他の配信者ほんまに興味ないから、横山みどりだってほんまに興味ないから、立花隆も興味ないから俺、こんばんは、似てねえわ、全然似てどこが金杯似てんの、こんな俺可愛いのに、あんなぶね言うたらあかんな、ね一緒にしないで、俺こんな可愛いのに、ちょまだ警察今日かかってけえへんのんちゃうん、これもだって動画長いやん、動画長すぎるやん、もう俺帰るで、もう、ああゆかちゃんやん、そうやそうゆかちゃんやん、そうなゆかちゃんなんだな、ああでも多分やけど、あのこれで兵庫県警と茨城県警と大阪府警は完全につながったから完全につながったから、もう連携するしかないから、また各地の被害者たちがね、あのインターネット上で脅されたらなんだのっていうのをもうそれぞれが言い出せばそれでいいんじゃない、これがね、あの2年前当時で俺が警察にいてたら多分俺向こうの囲いに殺されてたんよな、消されてたんよなやばいな、それぐらいやばかったもんな、向こうの囲いたち、今でこそ囲いがいなくなってアンチになったからこうやってね、もうみんな包囲網で行けてるけど、あの当時にマジでそんなもんの、やばいな、なんなんマジで、でよっさんと
あの、4単っておるやん。あれは被害届出してんの？知らんけど。なんか被害受けたん？知らんけど。で、ハルさんってほんまに被害受けてんの？知らんけど。俺家帰って動画せなあかん。大変やねん。いろいろ大変やねん。いろいろ忙しいな、俺。示談したんや。そんなんするから甘かすね。誰示談したん？示談なんか絶対したらあかんで、金積まれたって。金じゃないからな、もうそうなったら。金額の問題ないから。俺1000万、1億積まれても示談応じへんや。悪いけど。3億って言われたらちょっとグラってくるけど。3億って言われたら、って、ん？って思うけど。1億とかで、1億ん？え？ってなるけど、もう今更やん。で俺も今更1億なんかもうええもん、もう別に。どうせ使い切ってすぐなくすやん。レクサス走ってるで、レクサス走ってる。3億？ガレージ買うて、ABS500 買うて、1億やったら無理やから。ちょっとやるね、普通やほら、もう警察電話かかってけへんやん。ちょっと1時間休憩しようや。じゃあほんま2000円だけやから1時間もかかれへんから。2000円だけ。どこで打とうかな。今日何日？今日7日やんな。7の日マルハンやん。マルハン行くしかないやん今日。ちょ、マルハンの方面に。マルハン方面どこでマイフォー打とうかな。2000円打ったら今年6000円負けることなんだ。分からん。いや俺が送った動画やから他にも動画いっぱいあるはずやけど、だって俺が上げてる動画じゃないしな。俺も配信者やって言わん方が良かったかもしれんけどな。配信者でもないから俺別に普通に働いてるやん。むしろ俺は YouTuber や。向こう YouTuber ちゃうけど俺は YouTuber や。あーもうこれはないな。もうちょっと2000だけ売って帰りにマークもう一回開けるか、それか警察から電話があったらまた枠開けようか。一旦トイレ休憩しようか。トイレ休憩しようか。ちょ、一旦トイレ休憩していい？一旦ちょ寒いし、おしっこしたいし、トイレ休憩していい？なんでダメなの？なんでダメなの？なんでダメなの？ね、ちょっとだけトイレ休憩しよう。まあ、配信も何幕もやってたって、もうね、時間だらだらやったって意味ないやん、ね。もう何もこと動いてないから今。一旦トイレ休憩入って、で、2000負け、すぐ負けて、クソがって言いながら枠開けて、で、帰り配信してて、帰ってる途中で警察電話あって、受理します来てくださいよ、今からみたいな。うん。せやで、うちなんかコメントあるからな、言うとくけど。何百人に見られててノーコメントとかね、数コメントじゃなくて、うちはコメントあるからな。まだだから俺できるけど、まあコメントなくてもできるけど、別に30分ぐらい何泊でも喋れるけど、夜中昨日一昨日ぐらいずっと俺一人やってんねんか。君ら誰も来へんかったやねんか。しかもイベントやっちゅうのによ、見ろよね。犯罪者がイベント通過して被害者はイベント落選落ちや、あの予選落ちやで。なあ。おかしないか？このサイトおかしないか？
犯罪者は予選通過すんのに被害者はあの予選落ちやで。おかしない？闇を感じるよね。配信の闇を感じない？君たち。なそうなの？でもそもそもはね、去年おととしぐらいにね、あの囲いが投げた金やろ、自分で稼いだ金ちゃうやん、そもそもが、ね、人から恵んでもらった金をそれをずっと回してるだけやろ、うん、最初に大量にもらったからそれを回してるだけで、俺言うたやん、みんなそうやでって。あと YouTube のね、その収益のやつからちょっともらって、運営からちょっともらってそれ回してるだけやで、俺言うたやん。その誰が投げんのやん、しょうもないこんな配信に。君たちじゃあ俺にアイテム投げるか、投げねえだろ、そういうことやで。考えたら分かるよ、普通に考えたら。だからね、よくアイテムもらう方もね、ちょっと恥ずかしそうに言ってたやろ、うん、あー遠く見た方からお前がお前がって言いながらね、恥ずかしそうに言ってたやろそりゃ恥ずかしいわな、うん、そういうことやで。所詮ね、メガホンとかね、人参とか風戦レベルやねん、所詮なの、うん、フワッチで稼げますよ、稼げるわけねえだろう。金梅とか予算は知らんで、それは知らんで、あそこまで行ったら知らんで、あそこまで行ったらほっといても投げるやつがおるかもしれんけど、昨日今日始めたやつね、そんなもん稼げるわけねえって、数ミラ出てんのかな、あれ数ミラ出てんのかな、数ミラ出てんのかな、40何回、8回っていう台が空いてんな、おばあちゃん頑張って売ってんな。あ、ビッグソロった14回になった、24回、24回、あんまりやな、角だけやな、角と角にが出てるだけやな、しかもレギュラー選考やな、角にやばいな、レギュラー選考の数ミラとか打ちたくないよな、よくて設定5やろ。というわけでね、もう花火も飛ばないし、ね、警察からも電話も来ないし、おしっこしたいからトイレ行ってきていいかな、トイレ休憩しようか、10分ぐらい。どうせ2000円なんか5分10分で終わるやろ。いや、ビッグ揃った話は別やけど、ビッグ揃った話は別やけど、かかってこないもんだって。閲覧も伸びひんしや。